い、どうもチャンス、レオシグです。本日は、仕返し動画、新劇場版、ミネリボ VS、レオシグゴトラ。何がカップルやねん、あいつマジで。はい、ということで本日はね、ミネネ対面詰め合わせ動画になります。こんなバカなことやってる YouTuber 多分俺がいないと思うんですけど、今作ね、ミネネとめっちゃ当たるんですよね。てか、同じ人といっぱい当たるシステムになった都合上、ミネネとクソほど当たるんですよ。で、クソほど負けてクソほど腹だったんで、クソの腹いせに今回クソ動画になります。あ、ミネさんこれさ、新規の技の腹パンなんだけど、あ、腹パン気持ちいいね、こういうの好きでしょ。ねえ。甘いよね、ブーヤ。はい、ということで本日、ミネタイムの詰め合わせ動画です。お楽しみください。あんまね、俺のゴトラタンとミネリボのマッチアップって見たことないと思うんすよね。っていうのもね、大会でも当たんないし、オンラインで俺ゴトラタン使ってる時、あんまミネ対面今まで来なかったんだよね。けど今作ね、嫌でも来るからね。嫌でも乗るしかないんですよ。ちなみにミネネレもね、このゲロビは当たりますね。いやー、修正した方がいいんじゃねえかなって思うけど、どうなんでしょうかね。はい、ということでじゃあ見ていきましょう。さあ、とりあえず、ミネネとお見合いしてたんですけど、今までね、ミネネと見合ってるとね、結構どんなキャラでも、まあ一部例外除いてレーダーみたいな、キャラ除いて基本的にね、お互い減らないんですよね。まあお互い取られない動きして、あ、お互い取りに行かないんで。まあ何も起きなかったんだけど、今作からはね、ゴトラタンのゲロビがマジで強いからっていうあれで結構試合動くんだよな。さあ、という感じでお見合いしてたんですけど、ちょっとね、ミネネとね、相方は見合わせちゃうと良くないんで、俺ができればミネネと見合いたいですね。さあ、なんですけど、エクセリア減らさない。多分ね、ミネネに落ちてこのゲーム無理だと思うんですよ。だからちょっとエクセリア削りながら動いてるっていう感じですね。さあ、覚醒止まりましたね。近いのミネネなんで、ミネネに入っていきましょう。ここ気持ちいいよ、見てて。はい、ミネネの格好つけたステップレンダーをこれを下サムで取っていくと。気持ちいい。あのね、今まで打ってきた下サムの中で間違いなく一番気持ちよかったですね。いや、ミネネのステップ連打ってマジで取れないじゃん。あれをね、下サムであの細かにしたステップ取るのがね、本当にね、生きがいなんですよ。はい。さあ、といったので先落ちしてしまったんですけど、相方バンシーなんでね、先落ちしやがったからここはベストですね。さあ、エクセリア削りに行って、ここで、ね、打っちゃよかったなーとか思ったら、その後のゲロビがやべえ当たり方しましたね。この当たり方するのね、正直良くないからね、うん、結構やばいなーなんて思いますけど。さあ一回ミネネがいたんで踏んどいてエクスレの方行きましょう。はい、一戦目俺の勝ち。なんで負けたか明日までに考えておいてください。はい、といった感じの一戦目でした。あのミネネごめんね、ほんとね。いや、動画のね、パフォーマンスだからこれ。いや、ほんとごめん。いつものさ、友達預金振り込んどくからさ、50万くらいでいい。俺 GP 優勝してから全部あげるわ。うん。はい、といった感じの一戦目でした。ごめんね、ミネネ、ほんとね。これからも友達でいてね。ごめんね、ごめんね。はい、続く2戦目はキャラチェンジでアルトロンっすね。対戦相手が、ミネネ GBH と、ミネネ GBH で組むの法律で禁止にしませんか？無理だよね、普通に考えてね。はい、じゃあ見ていきましょう。さて、さっきと違ってね、対戦相手サンドロックだから、ちょっとね、このキャラ結構難しいんですよ。てか、ピョン角持ちね、サンドロックの横踏め怖くて、バックステ踏むことが多いんですよ。で、バックステ踏んじゃうと距離が離れちゃうからっていう理由で、なかなか削りに行けないから、まあ基本的には、ミネネと見合っていく感じになるのかな。で、ミネネとお見合いするとき気をつけてることはね、まあミネネ取りに来ないとは言っても、ピョン角ステップ、甘いピョン角ステップだったりとか、あとはね、ピョン角効果中にね、リボキャノンのゲロビやってきたりするんで、そこだけ気をつけながらお見合いするって感じですね。さあ、とりあえず一回サンドロックと見合いながら、まあブメ怖いんで基本的には後ろ捨てでやる感じなのかな。特化が当たらず、ここで CS が当たっていくと。やっぱこの CS 普通に強いのよな。さあ、そこはしっかり火力を取っていって、相方が寝かせてくれてるんで、こちら殴っていきましょう。ちょっとね、ミネネと長時間ね、見合わせた都合上、相方がゲロ減ってるんだけど、相方頑張ってくれてるけど、その飛び火がなぜか俺に飛んできたと。さあ、横踏めはずらしていったんですけど、あのスパマ格闘さ、どっちかにしない？スパマその、さ、接近してる時か、出た後のさ、格闘にスパマついてるのは普通におかしいからやめませんか。さあ、といった感じでサンドロックにやり返されてしまいましたが、再びお見合いする状況。一回ここでね、ミネナのカバーが入ったんで、ちょっとここはね、取られないように動きながら、一回方と合流しましょう。さあ、お互い中距離する感じなんですけど、このペアで中距離しちゃうと間違いなく、サンドロックとあれに勝てないんで、ここはしっかり近距離差し込んでいくと。いやー、ミネネね、こうやってね、ガリガリやってるとね、昔の動画を思い出すなぁ。なぁ、ミネネよ。さあ、といった感じで調子乗ったら覚醒でお仕置きされそうなんで、ここはね、うまくさばいていきましょう。さあ、ミドルロックピョン角とか使いながら、絶対ゲロビ2回打ってくるの分かってるんで、そこだけかわしてって感じですね。さあ、そのまま覚醒合わせていって、サンドロック殴りに行く。さあ、一回寝かせてから、そのまま特角で取っていくと。この試合、俺強すぎん？さあ、という感じでサンドロック、一回覚醒入ったんで、ここはちょっと後ろ下がっていきたいが、
縦入って相方がうまくカバーしてくれたんで安く済みましたね。ここマジで神カバーさなんですけどね、こっからね、まあ普通なら俺下がるんだけど、これね、ミネネジービーチのダブルロックもらって、まあまず減らない人いないんで、あのね、ここ俺下がっちゃうと相方死んじゃうから、俺も極力前出ながら食らわないっていう結構難しい立ち回りが要求されますね。さあ一回殴って、ここでカット体積にしたコンボするんだけどね、ここサーチ変わっちゃったんだよね。ここサーチ変わってなかったらね、ミネネを落として、あ、じゃあミネネダウンさせて俺は落ちないって状況作れたんだけどね、ここはコンボミスっすね。さあミネネの覚醒がこっちに来るんで、まあ俺はもうあの無慈悲なんですぐ高飛びします。はい、あのね、ま、昔からそうなんだけどね、ミネネと対面するときだけ俺高飛び躊躇ないんですよね。さあといった感じで高飛びしたんで、まあノーダメで済んでいったと。最方が残り321なんですけど、ちょっとね、321とはいえ、対戦相手が対戦相手なんで、すぐ減っちゃう可能性があるから、まあ下がりすぎない程度で立ち回りたいですね。残りタイムも43秒ということで、ちょっとね、時間も気にしながらやっていきたいか。やっぱガチ戦、あのね、上手い人と当たるとこうなっちゃうんだよな。なんか前作よりタイムアップ多い気がする。再開相方が減ってしまってるんで、すぐにカバーに入ってあげたい。さあ、ここで一回、ブーメンを固めてから取っていったんですけどね、これね、多分ね、いや、どうなんだろう。普通にコンボで落ちてたっぽいんだけど、ミネネのカット来てたからね、今の相方にゲロビュってもらって正解なのかな。さあ、そしてそのままサンドロック落としに行きたいんですけど、覚醒握ってるんだよね。で、一回にミネネが突っ込んでたんで、カバーに入ったらダブルロックで終わると。いやー、今のところね、押し切れなかったっすね。いや、惜しいとこまで行くんだけどね、惜しいとこで勝てねえんだよ。毎回そうなんだよね。惜しいとこまで行って勝てねえんだわ。じゃあ次行こう。はい、エントリーナンバー3、フォン・ファルシアですね。はい、フォン・ファルシアでミネルジービーチと戦えんのかと思う方多いと思うんですけど、今作はね、戦えます。お楽しみください。さあ、で、先ほどの2キャラと違って、このキャラはね、攻撃キャラなんで、あんま疑似対マンで倒しに行くというよりは、2on2の射撃戦で制圧していく感じなんですけど、ま、さすがにね、2人相手にね、中距離で勝てるとは思ってないんで、X ランダーたまったら減らしに行くっていう感じなのかな。あとはまあ様子見てね、疑似対マン解いて、相手一人ダブルロックしてそこを減らすっていう感じでやっていったらいいのかなと思います。さあとりあえずアシスト打ち切って強化入ってミネネとお見合いしていきましょう。X ランダー中はね、結構強気にお見合いしていかないとね、タイムアップになっちゃうんで。やっぱね、こういう上手い人たちとね、お見合いすると結構タイムアップになること多いのよな。さあ一回ここ、よろけからメインだけ入れて、怖かったがしっかり相方がカットに入ってくれた。ここのカバーマジでありがたかったっすね。世界 GBA ちゃんとお見合いしながら、まあ開幕はね、結構ね、あの二人ね、あんま強気に来ないんで、まあこちら側もね、中距離ちゃんと圧をかけていきましょう。さあ一回ここね、無理に対空しちゃったの良くなかったっすね。ここは一回取られてしまいと、ああいう前手にね、ずっと対空するの良くないんですよね。さあでここね、ちょっと無視されてそうだったんで、一回しっかりアシスト入ってから強化に入っていくと、強化中はほんとガツガツ攻めていきましょう。さあ一回ミネネの方ちょっと近かったんですけど、相方がすぐに落としてくれた今のは神ですね。さあなんですけど、GB さんがまだ減ってないんで全然油断禁物です。あのね、あの二人ね、お互い減った時のカバーが早いんですよね。さて、感じで一回サンドロックと宮仮面、毛玉アタックを見せながら、ここは降りてくで安全に着地していくと。さて、ここね、完全無視されていたんで、ここはしっかり自己主張していって、ここ取っていきたかったが、レバーしてなかったんで、ここ取れなかったですね。今のアシストの選択ミスと。さあ、ミネルとお見合いしながら、ここね、弱気にいっちゃダメなんですよ。今みたいにね、強気に前角とか見せると結構相手ひよってね、まあ、相方がこうやって取ってくれたりするんで、あれ、上手い相手ほどね、結構強気なアタック取った方がいいっすね。さあ、といった感じで、X ランダー3回目回していきながら、この試合もね、結構 X ランダー順調に回してますね。さあ、ミネネの方を追いかけながら、若干相方のカバーにも入ってあげる。相方が覚醒入ったんで、ここは、ミネネダブルロックしていった方がいいのかな。さあ一回相手がお互い寝てる状況、ちょっとここの誤差怪しかったが大丈夫でしょう。さあ覚醒溜まってるんでね、ここを本当はね260の受けに使いたかったんですけど、多分攻めに使わないとね、こうやって無視されて相方が減っちゃうんで、ここは強気に行きましょう。でね、ここね、取っていったんですけど、強化が終わってたからちょっとミスっちゃったんですよね、コンボ。本当は前発生しようと思ったんだけど。さて、相方が寝かされてたんで、ここは一回すぐカバーに入ってあげてと。いや、結構ね、頑張ってるんだけどね、これね、無視が辛いんだよね、フォン・ファルシア。さあ、これ一回ダウンもらったんですけど、これは美味しい。X ランド入れたんで。で、ここ一回ね、近かったんでカバーだけしてあげて、ここのミネネのダブルロック取りたかったんだけどね、うまく逃げられちゃうんですよね、こんな感じで。さあ、着地はしっかりカバーしながら、地面下にゲロビが当たっていった。マジで熱い。ほら、本場らしいね、こうやって戦えるんですよ、ちゃんと。さあ、で、横サブこれ当たんなかったから、結構もうここ強気にいってますね。さあ、どうにかしてミネネの覚醒を終わらせていきたい。ミネネの覚醒あんのかな？あるね。
そう、相手クロスバースト、とりあえず相方も覚醒で逃げていく形か。でね、ここね、相方が覚醒吐いてるからっつってね、油断して自分下がっちゃダメなんで、ここは攻めていきましょう。さあ、相方カットしてあげて。これね、ミネのレバ特殊入ってなかったら CS メインで落ちてたんよな、ジビエさんの体力。さあ、という感じでここ落ちてしまったんで、もうここはね、焦ってすぐに覚醒吐いて突っ込んでいくと。さあ、で、こうね、狙う方間違えたかな、これね。できればサンドロック見た方が良かったのかなと思った。サンドロックの方がミリだったんで。っていう感じで、ラストちょっと相方耐えきれず試合終了っすね。はい、といった感じの3試合目でした。はい、で、とりあえずね、ミネの詰め合わせはこれで終わりになります。はい、1勝2敗なんですけど、他にもクソ負けてるんで、負け越しです。ファック。はい、ということで、じゃあラストはね、普通に合戦お見せして終わりましょう。ていうか、割と久々に合戦動画を上げたような気がしますね。やっぱね、クロブね、新キャラのその、視点の方優先しちゃって、こういうね、合戦の詰め合わせみたいなあんまお見せできてなかったから、割といい機会になったのかなと思います。さあ、ということで、じゃあ見ていきましょう。対戦手がギャンとギスの編成ですね。まあ、有名なペアですね。さあ、とりあえず開幕上から寝かせながら、やっぱやばい当たり方するな、このゲロビ、本当に。さあ、一回ギャンとお見合いしつつ、ギャンとお見合いしてる時に注意したいのはね、やっぱ一番ハイドボンプかな。あれがね、やっぱステップから一番の要因になるんで、あそこだけ気をつけたいですね。さあ、ギャンがね、結構露骨に盾見せながら立ち回ってるんで、なかなか強気にいけないから、ここ一瞬ね、ギスの方を相方と一緒に見てあげてと。さあ、ダメージレースしっかり勝ってるんで、こうやってね、疑似タイマン一瞬解いて、相方の方行ってあげて、ダブルロック作るっていうのはね、結構疑似タイマンペアで非常に重要な戦法なんで、覚えておきましょう。さあ、といった感じで、いい感じに相手同士が減ってるんで、ここね、俺が減らないようにすれば結構いい感じの状況を進められるのかな。ここで俺が減っちゃうとね、相方と俺どっちが落ちていいかわからないみたいな状況になっちゃうんで。さあ、一回ギャンとお見合いしながら、相方がギス殴ってるんで、ここはカットに行かせないようにしましょう。さあ、相方がギスを落としてくれた、これはありがたい。さあ、ギャンを見る場面、今のゲロビも結構当たりそうな感じしましたね。さあ、ギスがこれ覚醒入ったんで、ここはね、もう逃げていきましょう、堂々と。さあ、ここ高飛びしてはいきたいんですけど、今のところ高飛びでよかったのかな。なんかギャンがね、結構ピョンカグ持ってる方、高飛び取られちゃうかなと思って、高飛びしなかったせいで、ここ一回もらっちゃいましたね。さあ、こういう状況でちょっと減るの良くないですね。一回また相方が頑張ってくれてるんで、ここはそのうちに逃げておきましょう。さあ、ここね、半覚醒吐か吐かないんだけど、吐か吐かないかの話なんだけど、俺はこれ吐かないかな、多分。全覚醒でできれば安定した覚醒を取りたいんですよね。ここで減っちゃうと次の覚醒たまらないんで。これがね、250、300だったら吐くんですけど、そうじゃなかったら今作は割と全覚もありなのかななんて思いますね。これ F 覚醒とか S 覚醒でね、攻撃するタイプの人は。さあ、こう一回相方が殴られていたんで、しっかりギロビでカットしながら、ギャンの方も見ていく。スレスレピョンカでかわしながら、一回ギスに置き詰めする形か。さあ、左にギャンが見えてるんで、そこだけステップ方向を考えながら、今のゲロビはさすがにやばすぎるな。うん。いや、これ、普通にやばいと思うんだよな、マジで。うん。てか、まあ、修正濃厚だから、まあ、修正待ちっていう感じかな、これは。で、ラストは相方ダブルで試合終了ですね。はい、といった感じで、まあ、今回、ミネネ詰め合わせ動画兼、ガチ戦動画でした。いかがだったでしょうか。じゃあ、エンディング行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。まあ、ガチ戦兼ミネネとの対面動画。久々にあげた気がするわ、こういうの。カップル以来かな、前の。いや、今作ね、ミネネと当たりすぎなんだよね。普通にね、ミネネと対戦すんのね、多分、全マッチアップの中で一番楽しいんだけど、一番疲れるんだよね、マジで。大体ミネネとね、3、4回当たった日ね、帰りの電車げっそりなんだよね。はい、っていう感じで、まあ、ほろほどに当たりたいですね、僕たち。はい、といった感じで、次回はね、ミネネとね、組んで、俺がレイダー使って地雷する動画を撮ってこようと思うんでお楽しみください。まあ、いつ上がるかわからないけど。なんかね、明日ね、サファリ来るらしいからね、ちょっとね、俺がしゃぶってあげようかなと思います。ということで次回の動画もお楽しみに。バイバイ。